尾のと風青柳やぎすずり二代目、沢村玄之助の尾のと風、初代、片岡一蔵のとこの、打録。と風が、打録と争う二段目口の場面。文政十一年五月頃、大阪弱太雄芝居。加藤健春、芝が。尾のと風青柳やぎすずりとは、ギダユー浄ルリの作品で、歌舞伎の演目の一つ。五段即、法歴四年十月に、 大阪竹本座にて初演。竹田出雲、吉田勘子、中村うるう、女、近松藩士、三好将楽の合作。陽精天皇の三代のこと。沖東へと流罪となり、その地で没した、小野高村の一道風と来風は霊落し、折からの大局伝造営に大工として、出入りしていたのを見出され、それぞれ公家と武士に取り立てられる。関白、藤原元常の即女である、 お見ないし姫は西岸寺で、来風と出会い、互いに一目惚れいする。公家の立花創世は天下を覆いさんとくわ立てており、その一味に、大工どっこの打録を介して、東風を引き入れんとしていた。打録は東風が大工だった時の仲間である。檻から直視として、創世の館を訪れた道風に、創世は自分の抱えている相撲取りと相撲を取らせるが、 東風はそれらをすべて投げ飛ばし悠々と帰る。一方同じく館を訪れていた天皇の日である、皆野川の女後に、創生は、横連合して迫るも、女後付きの警護の武士尾の領味が囲みを破り女後を連れて立ち抜く。柳の葉に捕まろうと何度も飛び上がり、最後にはそれを成し遂げる、川津の様子に、思わず傘を落として驚く、東風。描かれているのは二代目。 片岡画道の小野豆腐、嘉永三年十月の大阪地区ご芝居の時のものと見られる。五、千ま邸皇帝が、五月の雨降る中を、来風と見ないし姫が総合山で道行きする。豆腐は、くげ姿で下駄を吐き傘をさして一人散策する途中、川津が高い柳の葉に飛びつこうとしてついには葉に、捕まる様子を見て、創生の反逆も実らぬことと油断してはついには、 成就してしまうと悟る。そこへ、また創世かへの相撲取りたちが現れ道風に、挑むが、道風にななくあしらわれて逃げる。その後だろくが現れ、創世に一味せよというも東風は返答しない。ならば、腕づくでと、だろくは、東風と立ち回りとなるが、最後は川に投げ込まれる。これより、創世のところへ行き、一味になるかならぬかは、 直接話そうと東風はその場を去っていった。東風は結局創生に組みすることにしたが、自邸に帰った東風には思わぬことが待ち構えていた。創生の家来友の賢秀が雷風を縛って伴い訪れたのである。聞けば雷風はお見ないし姫と密通した疑いにより捕らえたのだという。お見ないしの姉は皆野川の女吾であり、姉妹は関白、元常の娘たちである。 東風が創生と一味になるとなかなか言わなかったのは、本心ではお見ないしを通じて天皇側に味方するつもりに違いない。違うというのなら、それを明かす気象文をこの場で書けと賢秀は東風に迫る。しかし実は東風は文網、文字は一字も書けない。さすがに身体極まる道風だったが、その時雷風の奪法林にが自害してその知性を浴びた筆を取ると、 不思議やその念力により東風はスラスラと文字を書くことができた。法輪儀の死を皆は悲しみつつ、そうして書いた希少文を持たせて東風は賢秀を館から叩き出した。一方、お見ないし姫が来風に腰入れせんと白むくの花嫁衣装で東風邸を訪れていたが、東風はその婚姻を承諾するも来風に粗末な布子を着せ、不義の都賀で感動する。 すると、おみなしも白無垢を脱ぐとしたより現れたのは、粗末ななり。おみなしも、実家より感動を受け、雷風を夫としたいどこまでもついていく心であった。東風も昔の大工姿に戻り時節を待てと別れを、惜しみ、雷風と、おみなしは館を立ち去るのであった。創世は天皇はじめ公家たちを代理より追い出しる罪に、する。皆川のはなおもいい夜をとうとして、 逆に殺されそうになるが、何者かが女吾を奪って逃げ去った。創生に妻を殺された、小野義勇は、天皇と女吾の間に生まれた、筑波の宮を、創生の目から逃すため、我が子峰松として育てていた。だが、それも、創生たちに見つかり追いかけられるが、両日の戦災の娘お千代が、筑波の宮と間違われ、両日のご祭であるお町が抗うも切られて、お千代は連れ去られる。 両日は世をのぶため、周都人志助のところへ入り向ことなり、今は木長子となっていたが、創生の手が回りつくの宮の首を打って、渡せと迫られていた。そこへ、創生の家来たちに追われていた、人志助とつくばの宮、お町と、お千代がようよう逃げ帰ってきた。両日は、娘のお千代を、宮の身代わりとして切ろうとするが、お町は、 繊細の子であるお千よを殺しては、義理が立たぬと抗ううち、両日は誤って、おちに切りつけてしまう。ところが、その途端に、おちは姿を外場に変えた。驚く、両日に、人としは、実は、おちは、お千よを何とか敵の手から奪い返したものの、結局切られて死んだのだと、涙ながらに話す。家に、お千よを連れて帰ってきたのは、おちの幽霊だったのである。 両日は亡きお町の意を組んで、お千代を身代わりにすることを止め、皆でこの場を立ちのこうとするが、創世の家来たちが現れ、宮を奪おうとする。両身がそれらと応戦しと、創世から両子を奪い返したのは、道風であった。お千代は末は、小野小町と名乗って宮遣いすることになり、東風は両子と宮を両身に託して、別れるのだった。四天王寺にある鳥居に、 東風室の変額をかけることになり、道風の妻オケソウがその場に立ち会っていると、雷風と御見ないしに出会う。雷風は敵方の鉄壁大オクラに一旦は捕まるが、オケソウはオ蔵クラを騙して、殺し二人を逃がす。岩清水の八幡山近くに住むと子この、ダロクは、流罪にしたはずの養精天皇と、元常をはじめとする公家たちを皆殺しにしてしまったというので、創生はその功により、 家来の鬼騎士、平馬を使者として使わし、打六を大名に取り立てることを言い渡した。来風と、お見ないしは、打六を元告げのあだと、身分を偽り使用人として、打六の住まいに入り込む。ところが、打六の妹おぬいが、来風に一目惚れしたので、来風はそれを利用して、おぬいをくどきにいい打六を打てという。お見ないしはその様子を旗で見ていて嫉妬し、ついには耐えきれなくなって、 家のそばにある池に身を投げて、死のうと心に決めたが、おぬいも、大風とお見返えしのことを察して所詮は実らぬ恋で、あると、同じく池に身を投げて、死のうとする。おぬいは、夜の庭を、我が身の上を思い悩みながら歩み池へと向かう。池にたどり着いたお見返えしとおぬいが池に身を投げようと、するところに、だろくと、雷風が切り結びながら出てくる。 お見ないしとおぬいはこれを止めようとするが、ラロクとライフーの二人は、はずみで池に落ちてしまう。お見ないしとおぬいも後をわんと続いて池へ身を投げた。ところが池に沈むと思いのほか、そこは秘密の洞窟へと続いていた。しかもその洞窟にいたのは殺されたはずの天皇や、元常をはじめとする公家たちだったのである。殺したというのは偽りで、実は自分も、東風と、 同じく本心は天皇に味方してこの洞窟に、かくまっていたのだと、打クは言い、そして打クというのも、本名ではなくふ也や安秀の息子、ふ也やの秋津であると名乗る。そこへ鬼ひし平馬が来て切りかかろうとするが、打クと雷風に打たれる。お見ないしと、お縫いもそれぞれ雷風の本妻とめかけとなることに、落ち着き、今こそ創生を聖罰と、 天皇をいただいて、皆でとに攻めのぼらんとするのであった。天皇側は軍勢を押した手とに上り、創生をはじめとする敵方を捕らえる。創生は、火破りと藪の木に縛り付けられた。火をつけて間もなく創生は縄を引きちぎって逃げ出し、天皇と皆野川の女王を襲うも、そこに駆けつけた、東風たちによって、ついに撃たれるのであった。花札をしたことがあるものならば、 しだれ柳の下に、河津と傘を差した、くげ姿の人物が描かれた札は、見覚えのあるものであろう。その元拠は、この、小野豆腐青柳いすずりにあると言ってよい。もっとも小野豆腐が、柳の枝に取り付く河津を見て、思うのは、本来は、筆の腕が上がらぬ、我が身を帰り見ることであるが、この作品では、上でも紹介したように、立花創生の無本が成功する恐れがあることに、 気づかされるというものである。立花創生のモデルとなったのは三筆の一人とされる、立花の早なりであり、小野東風も三席の一人として、共に能書と歌われる人々であるが、浄瑠璃作者の手にかかると天下を覆す、大悪人となったり字が書けなかったりと思わぬ設定を負わされることになる。ことに立ち居振る舞いの優美であるべきお公家様が代理を、誇り、相撲取りなどを相手に、 大立ち回りをするという思考が奇抜である。歌舞伎で二段目口に当たる場面だけが、後々まで残ったのも買わずの小字だけではなく、その奇抜さによるところが大きかったとも言えよう。なお記録によれば、この二段目の口は、当時上流理作者としてはまだ若手だった、近松藩次の執筆であると記されている。 しかし花札の図柄としての知名度とは裏腹に、この作品自体は現在ほとんど上演されることがない。法歴4年の初演以降、翌年の法歴5年には京都と大阪で歌舞伎に移され上演されており、江戸でも法歴8年の中村座において、四代目市川團十郎の道風で上演されている。しかし現在は、文楽の方ではもはや演目としての上演は絶えている。 ようであるし、歌舞伎においても古くは、カエル飛びの場を上演する際は、次の場面の道風間も合わせて出すのが普通だったが、大正十年五月の大阪中座での工業以降、東風間は上演されていない。ちなみに、この大正十年の時の役割は、東風が、初代中村元次郎、打六が四代目、片岡一蔵、雷風が、林長三郎、賢秀が、 初代市川箱と羅、法林儀が二代目、中村梅玉であった。その後は、初代中村吉右衛門の道風でカエル飛びの場だけが上演されることもあったが、近年の東京では平成20年に歌舞伎座で上演されるのみという希少さである。歌舞伎の演目としては、今後も滅多に出ないものと言える。ありがとうございます。